どうも、ホヤットサワです。入江健です。今回は鹿児島市平川の人気店麺匠とんぼさんをご紹介します。熱々の石鍋で食べる担々麺をいただいてきましたよ。体が温まるうまい一杯、追い飯まで最後まで美味しくいただきました。なお、このチャンネルでは鹿児島のラーメンを中心に毎月不定期に2本の宮崎ラーメンもご紹介していますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは最後までお楽しみください。はい、どうも、ヤットサワです。いつもありがとうございます。現在私はですね、鹿児島市喜入225号線を指宿方面から、鹿児島市街地方面に向かって走っています。私は今ですね、麺匠とんぼさんに向かおうとしています。まだアポイントは取ってなくて、いつも通り突撃なんですけどもで、まあ、なんかもう冬ももう間近終わるんですけどもね、やっぱりまだちょっと朝夕冷えるんで、あの石垣の担々麺ありますので、それちょっと食べて撮影したいなと思って向かってます。はい、じゃあどんなラーメンに出会えるか楽しみにしながら安全運転で行ってきます。もう少しでね、お店に着くと思います。このちょっとした緩いカーブ、ガソリンスタンドの向こうだったかな。一応ですね、着いたら、ポイント取りに行ってきます。まあ、ちょっと時間がですね、今1時20分前ということで、お客さんの入り次第ですけど、どうでしょうかということで、一応お店には着きました。駐車場に車が、お客さん少なそうですね。後ろぐらいでいいと思うんだけどね。これ多分店主さんの車っぽいけど、はい、ではですね、ちょっと行ってきますね。はい、あのすいません、ちょっとお忙しいところすいませんけども、お話、あの、あ、わかりました、はい、OK です。あ、あの鹿児島のラーメンを YouTube で紹介してもらってる入江と言いますけども、はい、今からなんですか、食べながら自分が食べてるところ撮影して YouTube 出したいんですけども、はい、あ、すいません、はい、お忙しいと、あの鹿児島のラーメンを YouTube で紹介してもらってる入江と言いますが、はい、先ほど飯も渡したんですけども、撮影しながら食べたいんですけども、はい、大丈夫ですか。あ、全然、あの他の人が映ったりとかせんくらいも、あ、それで大丈夫です。はい、はい、よろしくです。ちょっと荷物取ってきます、すみません、 ありがとうございます。撮影 OK でした、よし。JR 指宿枕崎線平川駅から徒歩15分くらいのところにあります、鹿児島市平川町麺匠とんぼさんにお邪魔します。さあ、撮影許可いただいたんで行ってみます。よろしくお願いします。こちらが麺匠とんぼさんのメニューになります。ラーメンメニュー、そして飯物一品料理があります。さらに平日限定のサービスランチもあります。今回この中から温玉締めのおにぎり付きの石焼き担々麺をオーダーしました。参考までに卓上には辛味調味料やおろしにんにくも置いてましたので、
辛みは好みに応じて調節できるようです。こちらが麺匠トンボさんのお漬物になります。カリカリ食感の美味しいお漬物をいただきながらラーメンが来るのを待っていると、はい、着丼です。丼と同時に香る辛味調味料のいい香り、いただきます。ということでまずはスープから。このスープうまい。濃厚な動物系のスープにしっかりとした辛味。スープのベースは豚骨、鶏ガラ、そこに5種類の辛味調味料を配合。しっかりとした辛味の中でも動物系の旨味も感じられるバランスの取れたうまいスープ。しかも熱々でうまいスープ、やみつきになって何度もスープをすすっちゃいます。そんなうまいスープからリフトアップしてきた麺は15層縮れ麺。この麺もうまい。表面がつるっとした麺はソフトな口当たりにもっちもち食感。麺とスープとの相性がよく、縮れ部分にしっかりスープを絡め口まで運ぶと麺のもちもち感とともにスープの辛みと旨味が口の中に広がり、さらに麺にミンチ肉も絡んでくるので、それがさらにうまさを引き立てます。さあ次は温玉を割っていき、しっかり混ぜていきます。温玉を割って混ぜたスープをすすってみると、いやこれはこれでうまい。辛みが若干まろやかになり、温泉卵の恩恵を受け、さらにうまさと深みとコクを味わえてめちゃくちゃうまい。そしてもう一度麺をすすれば、これも温玉の恩恵を受けながらもしっかりと麺のうまみと、そしてスープのうまみ、温玉の若干の甘みを感じられます。さあそんなうまい麺をじゃんじゃんすすっていき、今度は野菜とともに麺を箸で一緒にキャッチして口の中に放り込むと、熱々の野菜そして麺が口の中に入ってきて、これがうまい。このうまさに没入しながらじゃんじゃんバリバリ麺をすすっていき、中盤から終盤にかけてさらにスパークしながら食べていきます。最後の一口の麺まで熱々でいただいたならば、次は追い飯をしていきます。おにぎりをスープの中に入れ、これをしっかりスープになじましていきます。さあ追い飯、レンゲですくっていただきます。いやうま。スープとご飯との相性が良く、レンゲでご飯をすくうとミンチ肉もしっかり入り、ミンチとご飯、スープ、三味一体となってめちゃくちゃうまい。そんな麺匠トンボさんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。鹿児島と宮崎のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。本日も会員完食です。2月に入り暖かくはなってきましたが、寒の戻りで寒い時期にお召し上がりになって温まっていただきたい美味しい一杯です。ワッツうまかったです。ごちそうさまでした。さあお店にはサービスドリンクバーがあります。一人一杯までお好きなものを飲んでいいそうなので、私はコーヒーをいただきます。じゃあありがとうございました。また来てください。はい、美味しかったです。お疲れ様でした。ありがとうございます。よし、ありがとうございました。よっ。はい、ということで麺匠トンボさん、
めっちゃこの担々麺うまい。熱々でね食べる担々麺で、本当スープがしっかりしていて辛みもあってうまい担々麺でした。スープとね麺との相性も良くて、そして麺に絡んでくるねひき肉の塩梅も良くて本当美味しかったです。ぜひねこっちに来られた際はね麺匠トモさん食べに来てみたらいかがでしょうか。ということで今日はもう帰ります。それでは。